どうも皆さんこんにちは。作業療法士の荻野です。今日はですね、お家でも簡単にこの腸腰筋と呼ばれる足腰で大事な筋肉を鍛える方法をお伝えしたいと思います。座りながらできる簡単だけど結構ですねハードな運動になりますので、ぜひですねもっとしっかりと筋力をつけたいとか骨盤周りをしっかり強くしたいと思っている方は参考にしてみてください。このチャンネルではシニアの方の体づくりをサポートする運動の方法であったりとか転倒予防のトレーニングをどんどんお伝えしていますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速ですね、この腸腰筋と呼ばれる骨盤周りの筋肉ですね、こちらの鍛え方お伝えしていきますので一緒にやってみましょう。はい、では腸腰筋の鍛え方ですね、今日は3つありますので3つお話ししていきたいと思います。まずですね、腸腰筋を鍛えるにあたって腸腰筋ってどういう動きを担っててどこにあるのか、それが大事になります。腸腰筋は簡単に言うとこの下っ腹のところ、股関節の付け根のところにありますので、ここにですね意識を向けることと、ここにギュッと力みが入ったり力がこもっている感じがあればちゃんと鍛えられています。ではですね、この腸腰筋の鍛え方はまず一つ目は腰に手を当ててください。で、できたら手がですね腰とこの股関節の付け根にちゃんと手が当たるように、持っていただきます。そしたらですね、この手をももと下っ腹で潰すように高く足を持ち上げてください。これがまず一つ目の腸腰筋の運動です。よくですね、こう足踏みしましょうとかですね、こうシニアの体操とかであるんですけど、足踏みだけでしたら足の上がりがですねちょっと足りなくて、この大腿四頭筋っていうももの筋肉ばっかり使ってる運動になっちゃいます。なので、このしっかりと腸腰筋って根元の筋肉を鍛えるためには、この手を潰すようにですね、高く上げることが必要になります。高く上げる運動をすると、さっきお伝えしたこの下っ腹ら辺、股関節の付け根ら辺がぐっと力む感じが出てくるはずです。そしたらちゃんと鍛えられています。なので、手を潰す足上げ運動、これをですね、10回いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、これでしっかりとここ力が入っている感じがあれば OK。でですね、ちょっと注意事項で、体がですね、いわゆる後ろにこう下がってしまうと、これはしっかり鍛えられてないので、できたらそのままのポーズ、上半身がこう前後に動かないように気をつけて、しっかりと足を上げてください。ではですね、今度2つ目の腸腰筋を鍛える運動をお伝えします。少しハードになります。今度はですね、今度は手で椅子を持っていただいたら片方の足を高く上げてください。そしたらですね、空中で入れ替えます。空中で入れ替える、これを交互にですね行っていきます。そうするとですね、足を浮かせる滞空時間が長くなりますので、結構ここにぐーっと力が入ってくれます。まあ、もちろんこういうふうにですね、足が全然上がってないで、足踏みするだけだとあまり効果はないので、しっかり高く上げて入れ替える、これがポイントになります。ではですね、こちらも10回やってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、戻しましょう。どうでしょう、この辺がじわーっと股関節の付け根から下っ腹ら辺が疲れてきてたら OK、 とってもちゃんと鍛えられています。で、この腸腰筋を鍛えるときにとっても大事なのが、やはり腸腰筋どこを鍛えて、そしてどこにちゃんと力が入ってるかっていうのが大事になります。さっきやっていただいたように、ぐーっと足を高く上げて、ここに力が入ってたらちゃんと鍛えられてるんですけど、じゃあ例えばその足の上がりが浅くて全然力が入ってないようにしたら、これ上げてるだけで特に筋トレにはあまりなってないので、やはりここに筋肉があって、そしてここに力が入ってる、力んでるという感覚が筋トレでは大事になります。ここに力が入ってるっていうのも皆さんも感じながらやってください。では最後3つ目のですね、運動ですね、もう一度手を横に椅子に掴んでいただいて、両方の足を同時に持ち上げてください。そうすると腹筋の方ですね、まさにこのお腹の方にぐっと力が入ってくれます。
そうすることで座りながらでも結構ハードに腸腰筋を鍛えられます。この時もですね、足を上げるのに意識しすぎて後ろにこう反って勢いをつけて上げないように気をつけてください。姿勢はなるべくこのままですね、背もたれにはくっつかないように気をつけて足上げをやってみてください。ではですね、こちらもですね、10回やってみましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、ありがとうございます。はい、では皆さんお疲れ様でした。今ですね、3つの運動をお伝えさせていただきました。もしですね、こういう両方の足上げがきつい場合は、2個目のですね、足を空中で入れ替える運動、それがきつい場合は、腰に手を当てていただいての足上げにするというふうに、自分で無理のない運動方法を選択してください。で、もちろんですね、筋力がしっかりついてきたらどんどんステップアップして、最終的にはこれがですね、10回じゃなくて20回とか30回できるようにと、そういうふうに回数を自分でも増やして、どんどん強くしていきましょう。この腸腰筋はですね、いわゆる足を持ち上げる筋肉なので、これ弱くなってしまうと段差とか階段につまずきやすくなって転倒しやすくなってしまいます。あとはですね、骨盤を正面から支えてくれる筋肉なので、この腸腰筋が弱くなると姿勢が崩れたり、ぐらぐら腰が揺れてしまってバランスが悪くなってしまいますので、転倒にもつながってしまいます。なので、シニアの方、ご年配の方、しっかりここを鍛えて、大怪我につながらないように予防していきましょう。ではですね、この腸腰筋の筋トレで、改めて大事なのが、ここ下っ腹のところであったり、股関節の付け根にその腸腰筋があって、ここに力みを感じないとあまり鍛えられてない。ちゃんとそこに意識をして体を動かしていただきたいと思います。今後ともですね、シニアの方に向けてのトレーニング方法をどんどんお伝えしていきますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今日はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。